Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. こんにちは、キョーチャンネルです。今日はワークマン2021年買ってよかったベスト10をご紹介します。はい、ということでね、今回は、まあ、2021年僕がご紹介させていただいたアイテムの中で、まあ、個人的にですね、すごくね使い勝手が良くて買ってよかったなって思えるアイテムを10位にね分けましてご紹介していきたいと思います。まあ判断基準といたしましては、使い勝手が良くて着回しが効くもので、まあ高性能でコスパがいいものっていうのをまあ判断基準に選びましたので、ぜひね最後までご視聴していただけたらと思います。でまたね、詳しい動画は個別でもありますので、そちらの方をご覧いただけたらと思いますので、まあ、順位自体はねどんどんねご紹介していきたいと思います。はい、ではね、まず10位からご紹介していきます。10位はメリノウールソックスです。まあ、このねメリノウールソックスは使われている分量であったりとか、まあその生地自体の細さによってまあ少しねいろんな種類があるんですけれども、やっぱり年中使えたかなというアイテムです。抗菌防臭作用もありますし、吸湿性と保温性で蒸れにくいっていうのもあります。やっぱねこう年中通して使えたアイテムっていうと、このメリノウールのものはねかなりね良かったです。なので、まあ、同じアイテムを使うっていうよりはちょっとねその夏とか冬とかで季節によって少しねあの厚みを変えたりとかして使うのが一番おすすめかなと思います。でも今はね結構カラーのバリエーションもありますので、かなりねお好みに合わせた色で選んでいただけると思います。まあ、たくさんねいろんな商品出ているので、まあ、そちらの方も、メリノウールのまとめた動画も、こちらありますので、ぜひねそちらの方もご覧いただけたらと思います。まあ、価格の方もねやっぱりこのメリノウールを使っての価格で言うとやっぱりコスパがすごくいいので、まあ、この靴下はね本当におすすめで、まあ、年中使えるアイテムとしてぜひねチェックしていただきたいアイテムかなと思います。はい、続いて第9位、高撥水キャンパスデッキシューズになります。まあ、これもねやっぱりこうトータルしてやっぱ使いやすくて、あの高撥水の、まあ、撥水性もありますので、雨の日とかでもねこう普通にこう選べるっていうところもかなりね使いやすくて、これも入れさせていただきました。まあ、こちらね価格の方が税込み1500円になってまして、まあ、カジュアルシューズなんですけど、まあ、ディアマジックダイレクトっていう撥水機能が搭載されてます。でやっぱりね形もシンプルで、まあ、使いやすいっていうところですね。まあ、カジュアルにも本当ねあのアクティブシーンとかでも全然問題なく使えますし、一応カラーのバリエーションもですねアイボリー、ブラック、オレンジ、ブルーという風にあるんですけど、まあ、やっぱね僕は断然ブラックがおすすめかなと思います。どんな時でも合わせれるっていうところではかなりねおすすめのシューズになります。一つ持ってるといろいろね使えてすごく便利です。でサイズの方はね S から 3L のサイズ展開でして、まあ、大きめのサイズであって、まあ、僕 27.5 とかのサイズなんですけど、まあ、3L を着用してます。気になった方はねまたこちらも動画ありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけたらと思います。はい、続いてはですね第8位、こちらウォームインナーになります。このパックの中に入って、もう今ね中身なくて使ってるんですけど、まあ、この中に入ってたウォームインナー、こちらがねエクストリームヒートのコットンオーバーサイズ長袖クルーネックという商品で、でこっちがねメリノウールのインナーになってます。ですのでね、こっちも両方ともねすごくね使い勝手がいいですし、かなりね重宝してくれるアイテムですので、こちら入れさせていただきました。まあ、こちらのですねエクストリームヒートコットンオーバーサイズ長袖クルーネックっていうのはやっぱねこうカジュアルシーンでほんと使い勝手がいいですし、まあ、質感もですねすごくこう着心地も良くてですね、でさらにその、まあ、トップスとしてもインナーとしても使えるのでかなりねおすすめですね。
で、まあ、こちらのねメリノールのタイプに関しては高性能っていうところがありますので、よりねこうアクティブシーンとかちょっとね動くシーンなんかに使うにはこっちの方がおすすめです。なので、まあ、ちょっとこういう形でねインナーをね使い分けるっていうのもすごくねおすすめの着方になります。やっぱインナーねあったかいのを着てると全然やっぱ体感する温度も変わってきますので、ぜひねこういうものを活用して使っていただけたらと思います。またね気になった方はこちらも動画ありますので、そちらの方もご覧いただけたらと思います。はい、続いて第7位は、こちらのですね、クライミングパンツになります。まあ、これはね、ウォームクライミングパンツになるんですけど、まあ、通常のクライミングパンツも同様に、同じように使いやすいアイテムです。やっぱね冬場なんで、まあ、こちらのこの中の、裏地があるようなタイプのウォームクライミングパンツが今時期なんかおすすめなんですけど、やっぱねこれは不動の名作と言われてまして、動きやすさであったりとか、まあ、使いやすさっていうのはやっぱ抜群にいいので、まあねこういう立体裁断が施されてあったりとか、あとやっぱシンプルなデザインっていうのがすごく使いやすいですよね。でこういうポケットとかも割とねこうたくさんありますので、本当にねこれは普段使いから登山であったりとかっていうアクティブシーンまで、まあ、幅広く使えるアイテムとして入れさせていただきました。色もねこう新色追加されてたりとか、まあ、進化し続けてるアイテムということで、まあ、やっぱこう性能もどんどん上がってきてますので、やっぱそれをねまたチェックしていただけたらいいかなと思います。まあ、こちらもですね、まあ、クライミングパンツの動画ありますので、気になった方はそちらでご覧いただけたらいいかなと思います。はい、そして第6位がこちらのコーデュロイパンツになります。まあ、こっちがねコーデュロイイージーパンツ、こっちが超撥水ウォームシェフパンツになります。やっぱねこのコーデュロイパンツがこの時期ねほんとすごく活躍してくれまして、このちょっと畝が細めのタイプであったりとか、この畝がねちょっとこう太めの厚手のタイプであったりとかっていうのもかなりねこう使い分けもできて、すごくねこれおすすめのパンツです。性能も高いですし、まあ、こっちのねイージーパンツの方はデザイン性の方が強いんですけど、このシェフパンツに関しては超撥水ということで、コーデュロイなのに撥水性があったりとか、まあ、そういうね性能も高くなってますので、かなりねこれもおすすめのアイテムです。やっぱねこのイージーパンツとかっていうのが履きやすくて、やっぱ手を伸ばしやすいっていうのが個人的にありましたので、こちらのねコーデュロイパンツを入れさせていただきました。でやっぱこのシェフパンツなんかも、これ今ウォームシェフパンツなんですけど、春夏のアイテムもありまして、それにはね裏地が入ってないタイプとかもありますので、それもねすごくいいんですよね。ですので、まあ、コーデュロイパンツすごくねおすすめなので、気になった方はチェックしていただけたらと思います。かなりね性能と使い勝手を考えるとコスパもすごくいいアイテムなのでおすすめです。はい、続いて第5位です。こちらのですねヘビーウェイトコットンオーバーサイズ T シャツ、長袖 T シャツになります。やっぱねこれは、まあ、なんだかんだ言ってねすごくね使い回したなっていうイメージがありましたので、まあ、5位に、ランキングさせていただきました。結構厚手の生地になるので、夏からね冬まで問題なく使えますし、中にね先ほどのウォームインナーとかを入れていただくと全然使えるところもありましたので、でさらにねこれやっぱ形がすごく綺麗なので、僕はね個人的にすごく気に入ってるんですよね。このオーバーサイズ T シャツっていうこの形がですね、やっぱインナーと比べても成形がねすごく綺麗なので重宝したアイテムです。こちらね価格の方も税込み980円とかなりねコスパ抜群のアイテムですので、これもねやっぱ1枚持ってるとすごくおすすめです。またねこれも動画ありますので、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。ということで第5位ヘビーウェイトコットンオーバーサイズ T シャツの半袖タイプと長袖タイプになります。はい、そして続いてですね第4位です。こちらのアクティブハイクになります。まあ、これもねやっぱ年中使い勝手が良くて、さらにねこう高性能でアクティブシーンまで使えてしまうっていう、やっぱねこうハイキングシーンとか、まあ、そういうキャンプとかアウトドアでもすごくね重宝してくれるアイテムです。でシルエットもね結構このボリュームがあるシューズっていうところで、いろんなねアイテムにも合わせやすかったですし、やっぱねこう使い勝手も良かったっていうところでこちら入れさせていただきました。
で、こちらね、スプラテックっていう耐久撥水加工もありますので、まあ水もね、ほんと弾いてくれますし、で、ついた汚れとかもね、すごく落ちやすくて、使い勝手がいいです。で、さらにね、この裏面もですね、こういう、凹凸がありますので、まあ滑りにくかったりしますし、で、やっぱこう価格がね、なんといっても税込み1900円ということで、ほんとね、驚異のコスパなんですよね。なので、やっぱね、これは一つあるとすごくね、便利です。なのでもうさっきのねデッキシューズもやっぱオールシーズン使えていいんですけど、さらにねこっちはそのアクティブシーンまで幅を広げれるので、すごくねおすすめのアイテムです。まだこちらもね個別の動画ありますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、そして第3位です。ついにね第3位まで来たんですけど、やっとねこのダウンが、入ってきましたね。まずこちらがですね第3位、リペアテックフュージョンダウンフーディーになります。やっぱこれはねもう皆さんもご存知の方多いと思うんですけど、洗えるダウンということで、通常ダウンって水に弱いんですけど、まあ、このダウンはねその水に強くて、でさらにこの保温性もですね、ここに裏側ブラックアルミが搭載されてたりとか、あとこのね止水のジップがあったりとかで、ダウンとポリエステルの混合なので、すごくね軽量で扱いもしやすいというところで、ね、使いやすくて入れさせていただきました。で、まあね、これ、リペアテックという、まあ、この穴をね、突き刺しても、まあ、その穴をね、自分で修復するっていうような、こう、自己修復の機能もついてます。で、価格の方がね、税込み3900円で、まあ、これだけね、やっぱり盛りだくさんな性能で、こういうね、ものが使えるっていうのは、もうほんとね、ワークマン価格ですよね。なので、やっぱね、これもね、一着あるとすごく重宝してくれるようなアイテムです。さらにね、これ、カラーのね、バリエーションも多くて、これ、ブラックとかカーキグリーン、マスタードイエロー、カーディナルレッド、トープブラウン、アーバンネイビーとバリエーションもかなり豊富なんですよね。なので本当で男性から女性までお好みのねカラーを選んでいただけますので、すごくねおすすめのダウンジャケットになります。またねこちらも気になった方はぜひね個別の動画もご覧いただけたらと思います。はい、そして第2位がですね、今ねこれ履いてるパンツなんですけど、こちらがですねウォームスラックスになります。まあこれはねほんとウォームスラックスから春夏のですね 4A スラックのスラックスタイプのパンツがですねかなり、おすすめです。やっぱね、こうシルエットもすごく綺麗ですし、で、さらにね、やっぱこの無駄なデザインっていうのがあまりないので、まあ、ポケットとかもね、すごくシンプルですし、使いやすいっていうところが、まあこれ2位に入れさせていただきました。まあこれはね、本当に個人的な、順位になってると思うので、まあなかなかこれが2位に入ってるか人っていうのはあまりいないかもしれないんですけど、個人的にはね、このシンプルなものがすごく好きなので、やっぱりね、こういう一番シンプルに使えるものが、個人的に良かったなと思いましたし、でやっぱいろんなシーンで使えたんですよね。なのでもう先ほどのね、4A スラックス言ってたタイプなんかはもうアクティブシーンで使っても全然問題なかったので、もうあのクライミングパンツのような形でもうお使いいただけると思います。ですのでね幅が広く、でさらにねこのウォームタイプも冬場になったらあるので、すごくね重宝してくれました。ですのでねこれかなりおすすめのパンツですので、まあ、カラーもね他にもありますので、そちらの方もねすごくおすすめです。はい、まあ、ちょっとね長くなってしまったんですけど、ついに第1位いきたいと思います。第1位はこちらのですねイージスダウンジャケットになります。まあ、これはね本当もう究極ダウンということで、かなりね皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、これ価格はね税込み5900円で、ワークマンの中ではもう一番ぐらいかな高い価格にはなるんですけど、まあ、この一番高いっていう価格がつくほどのこの性能がやっぱり入ってますので、これはねやっぱりこの性能でこの価格っていうところとデザインがねすごく良かったので、こちらは1位にさせていただきました。やっぱねこれは防水性、まあ、耐水圧の方も2万ミリと本当大雨でも嵐でもね耐えれるような耐水圧があります。でさらにこの中綿が入ってますので、このダウンとしても暖かく着用できますし、でさらにね、まあ、一番いいのはやっぱこのシルエットがねすごく綺麗なんですよね。やっぱこう
余分なロゴとかもありませんのでシンプルに着用できますし、これねカラーのバリエーションもかなりね良くて、このブラックもいいんですけどカーキとかね、あとまあ他の色もおすすめのカラーになってます。こちらのですねイージスのダウンジャケットも個別の動画もありますので、ぜひねそちらの方も気になった方はチェックしていただけたらと思います。はい、ということでね、今回ちょっと長くなってしまったんですけども、2021年買ってよかったベスト10ということでご紹介させていただきました。まあ、やっぱね、2021年に買ってよかったものと言いながら、やっぱこう秋冬のものがね、どうしてもこう最近のものでよかったなと思うことが多くて、ランキングに入っていることが多かったんですけど、まあ、春夏のアイテムもね、やっぱすごくいいものが多くてですね、水陸両用のパッカブルショートパンツであったりとか、あと水陸両用の長袖のアクティブシャツ、ちょっとこうポーチジャケットのようなシャツですね。そういうのもね本当に春夏でずっと使えたっていうところもありましたので、すごくねその辺もおすすめです。やっぱワークマンはこれからねどんどんまたいいものは進化させて、次ね2020年2年に発売されていくと思いますので、まだまだねやっぱ目が離せないので、これからもチェックしていきたいなと思ってます。はい、ということでね2021年、こちらがですね一応最後の動画になりますので、ご視聴していただいている皆さんありがとうございました。これからもですねこういうワークマンのアイテムであったりとか、まあ、いろんなね最後ね島村とかあとユニクロとかね、まあ、他にもねアウトドアブランドのものとかもご紹介していってますので、またね良かったものがあればどんどんねご紹介していきたいと思いますので、またね2022年もきょうチャンネルの方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。